まあそうですね、ちょっと恥ずかしい思いをしたんで、まあ今回モチベーションが上がってないまま一応試合だけやっちゃったって感じですね。正直サウスポーかオーソドックスかも今日まで知らなかったです。試合はじゃあほとんどもう見てなかった。携帯に送られてきたんですけど、うん、ちょっと前に携帯を盗まれて見れなくなっちゃって、まあいいかなと思って、もうやんないでおこうかなと思ったんで、まあ、ディープも困るだろうなと思ってまあ俺が出たところでそう変わんないですけど今回はとりあえず、まあ、減量の練習だぐらいの感じで、そういう気持ちがやっぱね作れなかったことが一番のあれかなと思いますけど、ちょっとね減量方法を覚えたんで、まあもう一回 UFC っていうのを目指して頑張ります。まあ、ね、お客さんも見たいって言ってるんで、高谷選手殴らせてください